いよいよ28年ぶりに日本のサッカーがオリンピックでベールを脱ぐ日が2週間後に近づいてまいりました。日本オリンピック代表が遠来アフリカのガーナオリンピック代表を迎えての壮行試合、たった今キックオフされました。こちらは埼玉県浦和市の駒場スタジアムです。解説は日本代表コンビの金田信俊さんと水沼貴史さんでお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてメインスタンド、私どもの放送席のすぐ左側の放送席には TBS でこのアトランタ夏い本当に暑い暑い夏を現地からリポートいたします小谷美香子さんと伊藤みどりさん、夏とそして冬のですね、メダルコンビにも今日はゲストとしておいでいただいております。小谷さん、伊藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてリポーターは竹方直樹、そして清原雅宏両アナウンサー、実況担当 TBS の松下健二でお送りしてまいります。エンドは左に日本、そして右にガーナです。主審はマレーシアのナザリさん、副審は石山さんと福田さんです。7月1日より FIFA 新しいルールでこの試合が行われるようになりました。今までのラインズマンは副審としてこれからコールされるようになります。さあ金田さん、まだ始まって1分半経ちませんが、この試合のポイントはどの辺でしょうか。そうですね、第1戦ブラジルとは全く持ち味の違うアフリカ代表のガーナなんですけどね、第2戦の予選リーグ第2戦ナイジェリア、これを考えた時には非常にこう似たようなチームになると思うんですよね。その辺の分析も含めて選手がやっぱりグラウンドで感じるっていうことは大事なことですからね、はい、左サイドから日本は中田14番取り返すことができるかどうか。これはボールはタッチに出ました。さあ水沼さん、はい、一方のガーナ代表も初戦は韓国と当たるんですね。そうですね、やはりその辺を考えて、やはり韓国のブーシムスさんという、今日スタートに来てますけどね。そうですね、チャンスですね。あ、日本チャンス、これはフリーになりました。バッとシュートを打てない。森岡です、いいブロックに合いました森岡。これは結局これはコーナーキックになります。メンバー紹介はこの後お伝えすることにいたします。森岡フリーでしたけどね、今みんな3人残ったんですけどね、日本の選手が、はい、3人ともオフサイドじゃないかと一瞬思ってしまいましたね。先ほども7月1日からの新しいルールオフサイドもですね、副審がちょっと間を置いてから旗を上げることも許されるようになりました、はい、そういうことになりますね。ジャッジに時間がかかるということなんですね。そうですね、はい、そしてアドバンテージも 2,3 秒であるならば見ていい、そして元のプレーに戻ってもいいというようなルール変更されております。さあキャプテンの前園正樹、低いボールだ、ゴール前、さあこれ打てるかどうか、伊藤照吉キーパー抑えました。まずしかし日本がいい形を作りました。おっと今度はガーナスピードがあります。一挙にハーフウェイラインを越えてきます。ここは日本としてはちょっと戻り遅れていますが、逆にボールを奪い返した。水間さん、立ち上がりは日本がいいですね、はい、いい形作ってますよね、はい、それとこう積極的にいってるという姿勢がよく見えますよね。そうですね。それでは前半はこのメインスタンドから見て左から右に攻めていきます。日本代表のスターティングメンバーご紹介いたします。ゴールキーパーは川口、そして今日はディフェンダーに鈴木、田中、松田を起用しております。ミッドフィールダーはボランチに広永とそして伊藤のペア、その他は服部、前園、中田、そして城がワントップ、森岡は右からウィングバックという形で上がっていきます。そしてこれが日本オリンピック代表のサブスティテューションです。遠藤が途中から出てきてどれぐらい左のアキレス腱の状態が治っているかどうか、このあたりも注目です。一方のガーナオリンピック代表です。ガーナはオリンピック代表はアンダーセブンティーンのチームからほとんど同じメンバーで、もうこのチームがほとんど、フル代表と言ってもいいメンバーです。なんといっても注目は10番のアクノール、素晴らしいパサーです。さあまたガーナオリンピック代表陣内、日本がボールを蹴り込みましたが、ちょっとボールが高くない。これがガーナオリンピック代表を率いますサミエル・アーディ監督です。なかなか厳しい監督で、練習の時にですね、かなり大きな声を出しますんで、はい、元の職業を聞きましたらやっぱりおまわりさんだったそうですね、ミリタリーポリスだと言ってましたがあんまり関係ない。あ、そうですか。この人ね、ガーナはバルセロナオリンピックでは銅メダルを取りました。この時もこのチームを率いてたんですね、はい、そうでしたね。さあそれでは試合前の両チームの様子はどうでしょう。日本サイドの竹方アナウンサーからどうぞ。はい、西野監督は内容はもちろんだが勝ちにこだわりたいとはっきり言っていました、7.21 ブラジル戦に向けあと2週間で全体的にやっぱり勝つ意識を植え付けたいというふうに言ってましたね。でオリンピック初戦のそのブラジル戦を想定した日本代表の布陣だし、5分間で相手のこうペースをきちんと見極めて高い位置でのマーキングをしたいと言っていました。日本代表はやっぱり攻撃
撃的なチームだと思うんだけど、その点でもその攻撃力を生かすためにも新しい松田を含めました守備陣の再チェックをこの試合でやりたいと言ってましたが、なるほど、あの出る前にリベロの田中とそしてジョーとですね川口が3人で話し合ってたんですね、はい、とにかくやっぱりコンパクトに行きたいというふうに言っていました、まあ、ガーナもコンパクトに行きたいという昨日の練習の話がありましたが、その辺はどうでしょう。ガーナサイドは清原アナウンサーです。はい、ガーナはあの前回の、ね、バルセロナでは銅メダルを取った強いチーム、 そしてあの若いレベルでは、ね、非常に世界一になったことがありますんでね、はい、あのこのチームも先ほどありましたけれども6月には、ワールドカップのフランス予選でタンザニアをこのチームで破っているわけですから ね、フル代表と言っていいと思います、はい、そして監督もアーディ監督も、まあ、フル代表の監督に3月になったということですね、はい、でガーナのサッカーを一言でというふうに聞いたんですが、アフリカンテイストという言葉が返ってきました。そして、まあ、マルチシステムですから、まあ、どこからでも攻撃できると言っていいかもしれません、はい、まあ、注目していただきたい選手は10番の森岡、さあ森岡ちょっとプレーを見ましょう。右のコーナーギリギリからこれは折り返しはボールはしかしまだこれは生きていますが、ホイッスルが鳴りました。これはゴールラインを割っているようです。コーナーキックに変わります。はい、清原さん、続きはどうぞ、はい、ガーナの注目選手は背番号10キャプテンのアクノ、そして左サイド、背番号11のエマニュエルと、この2人の選手です。なるほど。この11番のエマニュエルは93年のアンダーセブンティー日本大会に、やってきましたメンバーの1人。さあコーナーキック2本目です。先ほどは金田さん低いボールで行きましたね。そうでしたね。今度はどうでしょうか。ライダー性のボール、あっとキーパーナイスキャッチだ。身長181センチのサイモン・アドゥ、この人はバルセロナオリンピックの銅メダリスト。このガーナは水沼さん、はい、まあ、あの日本はですね23歳以下のメンバーで揃えてますが、はい、ガーナは3人いわゆる24歳以上入れてるのかと聞きましたら、このオリンピックメンバーはそのプラス3に入ってくるそうですね。そうですよね。ですから本当の23歳以下というのは5番のジョセフ・アグーですね。以上はそうですね、24歳ですから、はい、この人がやっぱり24歳以上に入ってきますが、4番のサミュエル・オセイクフォと16番のこのゴールキーパーのサイモン・アドゥはオリンピックを経験しているメンバーということで、まあ、23歳を超えておりませんが一応プラス3のメンバーに入っております。したがってあのガーナもまだまだ、おっとゴール前、アクノールから正面ちょっと反撃見ながら、あっと川口足止めた、足止めました。いやよく止めましたね。体は右に流れたんですけどね、はい、足だけで止めましたね、8番のヘイガンですね。最後入ってきたのはこの選手、胸で落として左足、あこのあれですね金田さん、はい、アフリカの選手の特徴はこの手足の長さですから。そうですね、しなやかさ、それとやっぱり身体的な能力、はい、飛ぶそれから走るこの辺の強さ速さっていうのはね図抜けてますよね、今みたいなワンツーっていうのは僕ねアフリカではあんまり見たことないですよ。そうですか。でこのチームも今のほとんどあの完璧に近い状況でしたけど、そんなにうまくできるようなキックの精度の高さはね僕アフリカのチームあんまり持ってないと思うんですよ、だから今のような完璧なことをされるとね、はい、決定的なピンチになりますね。そうですね。むしろやはり個人的なドリブルあるいは中距離シュート、このあたりは日本の西野監督もマークしていたと思いますが、非常に組織的なプレーも見せてきました。まあ、清原アナウンサーのリポートにもあったようにマルチボールシステム、そういう形の攻撃が得意だというガーナです。これがキャプテンの前園、お母さんをとにかくアトランタに連れて行くんだ、その約束はきっちりと果たしてきましたキャプテンの前園。やや左足のふくらはぎを痛めておりますが大丈夫です。今日も試合前に言っておりました、まだ痛みはあるんですが、パリでその痛みを消しての出場です。まだ前半の旬から9分、両チーム得点がありません。この辺りから黄色いユニフォーム、ガーナの動きが良くなってまいりました。これが9番のオーガスティン・アヒンフル。このアヒンフルは先ほど清原アナウンサーのリポートにあった6月17日のタンザニアとのワールドカップの予選で決勝ゴールを挙げた選手です。要注意です。あーっとフリーになりました。ガーナ正面からシュート、左足、これは入らない。エマニュエルの左足のシュートはわずかにスイートスポットを外れておりました。ガーナ手元の時計で前半の9分チャンスを逃しております。プロ放送は駒場スタジアムより生中継でお送りしております。ちょっとあれですね水沼さん、はい、この辺りで日本の組織が崩れてるんですか。そうですね、今は右サイドを完全に崩されたんですけども、やはりサイドを崩されますとねどうしてもディフェンスに寄れますからね。そうですね、前園です。この辺りちょっと個人に1人のトップは無理、激しいタックルに遭いました。ジョセフ・アドゥ、まあ、この人はリベロなんですが今なかなかいいタックルを見せました。まあ、この辺のプレーの幅っていうのが非常に広いですよね、はい、マネがあると言いますかね、はい、
この辺で大丈夫だろうといった時にスライディングで届かれたりですね、やっぱり取れそうだなといった時に飛び込んでやられたりですね、思いもよらぬプレーが出てきますので、その辺の危険の予測っていうのは普段より多めにしておかないとダメでしょうね。今リベロのアドゥがずっと上がってますね、中央に1人、さあそのアドゥに行くかどうか、これは広中です、よくヘディングで落としました。水間さん、リベロのアドゥが今前線に行きましたね。これで2回目なんですけどね、先ほど右サイドがずっと上がってた場面があったんですけども、はい、やっぱり中盤でチャンスと見るとこう隙をついて上がってきますよね。松下さん、はい、今日はガーナの情報を続けますけれどもね、このチーム、この11人の中でね、ガーナ国内でプレーしているのは3人しかいないそうですね。あ、そうですか。その他はほぼ外国、そしてドイツ、ブンデスリーが多いですね、そしてギリシャ、あるいはトルコというところで、まあ、世界各国でプレーしているということですね。ですからこの集めるのがなかなか大変で、まあ、ブラジルに3月に、同じオリンピック代表チーム同士でやったんですが2対8で敗れました。しかし監督のアーディさんはあの時は寄せ集めたから関係ないんだ、このメンバーでやったら勝つよと昨日そう言ってましたけどね、まあ、勝つのはどうかと思いますが非常に自信はあると言ってました。まあ、なんといっても金田さん、バルセロナオリンピックの銅メダリストですからね、ガーナは、はい、とにかくアフリカにオリンピックで初めてのこのサッカーでのメダルをもたらしました。アフリカのこのサッカー界をずっとリードしてまいりました。アフリカのネーションズカップでは3回優勝という輝かしい戦歴を持っております。依然前半11分を経過して0対0です。浦和の小川スタジアムより生中継でお送りしております。アトランタオリンピックサッカー壮行試合、日本オリンピック代表とガーナオリンピック代表、前半の12分から間もなく13分、またガーナがクロスパス1本でチャンスをつかもうとしております。川口はしかしゴールマウスに戻りました。一旦出かかったんですが、よくここは鈴木あるいは松田頑張ってますね。そうですね、なんとか体をつけていってますよね、はい、松下さん、はい、そのポイントの一つになりそうなこの松田なんですけどね、オリンピックの最終予選にも出られなかったんですが、とにかくもう思い切ってやるだけですということと、はい、あと2週間前なんでこの時に悪いものが全部出た方がいいんだということで、そういう意味でもその全力で臨みたいと言っていました。まあ、この松田とにかく最終予選の前に発疹が出まして、まあ、この最終予選は断念したという選手ですが、クロスが上がってきますがこれは大丈夫。中田が戻っています。日本オリンピック代表チーム、向こう側のタッチ方向です。非常に素晴らしくコンディショニングされました駒場のグリーンのターフ。さあ、それではこの放送席のお隣のですね、TBS のこのアトランタ現地でキャスターを務めます小谷さんと伊藤さんにちょっと聞いてみましょうか。小谷さん、はい、サッカーを見るのは久しぶりじゃないですか。はい、カタール以来です。いや、カタールの時はねずっと付き合ってもらいましたけどね。お世話になりました。まあ、バルセロナの時には、はい、まあ、選手という立場だったんですが、はい、今度はまあ外からリポートするという立場で、どんな気持ちですか。いや、もうとにかく楽しみですけれども、今日もこうしてサッカーの壮行試合を見ていますと、サッカーの選手がオリンピックに行くんだというのがとてもなんか意外なんですね。私が今まで行ったオリンピックには日本のサッカーの人たちいませんでしたから、そうですね、この J リーガーたちと同じ選手名簿に並ぶのかと思うと不思議な感じですよね。はい、さあ一方ですね、伊藤みどりさんは、まあ、冬のオリンピックなんですが、はい、前回のバルセロナは開会式のですね、私が司会したんですがゲストに来ていただいて、はい、もう4年ぶりの夏のオリンピックですが、はい、どんな気持ちですか。もう4年が経ってしまうなんて早いなというのと、なんかサッカーは本当に久しぶりに見るんですが、はい、なんか随分日本チーム押されてるような気がするんですけど、ね、あ、分かります。どうなんでしょうか。はい、その辺ちょっとじゃあ金田さんと水野さんに聞きます、はい、じゃあ後ほどまたよろしくお願いします。お願いいたします。ちょっとね、今みどりさんから金田さん、はい、押されてるんじゃないかというところですが、あ、中田ですねこれね、あっと、いいパスとオフサイドか、副審のフラッグが上がりました。オフサイド、非常にいいタイミングのパスでしたね。これがジョーです。どうでしょう、ちょっと横から見ていますが、あー、やっぱりちょっと前ですね。そうですね、これはもう横に並んでればいいわけですけどね。はい、まあ、あの辺のギリギリのパスっていうのはね、どんどん狙った方がいいですね。はい、ちょっと水沼さん、はい、押され気味だったんですが、ああいう一本のスルーパスでまた雰囲気が変わってきますかね。変わると思いますね。やはりシュートも打つことも大事だと思うんですよね。そうですね。ですからミドルレンジからでもチャンスがあったら打った方がいいと思いますよね、はい、ちょっと日本はそういう意味ではコーナーキックはすでに2本ありますが、相手のこのディフェンダーの陣形を崩してのチャンスというのは先ほどのオフサイドのケース1回しかありません。前半は15分過ぎております。
ガーナが非常にポジションチェンジ激しく行っているんですよね、それのマークのつかみ方というのはまだ戸惑っているのかなという感じが僕はしますけどね、はい。まあ、ガーナはこの英国領からは初めて独立した国というふうに、まあ、伝えられておりますが、したがって、監督のアーディさんに伺った時にですね、イングランドスタイルですかと言いましたら、いやアフリカンスタイルですと、まあ、先ほど清原アナウンサーのリポートにもありましたが、非常に目まぐるしいそういうポジションチェンジ、あるいは、個人の肉体能力を十分に発揮したいいチームに仕上がっております。とにかくアンダー17の世界大会では2回優勝1回準優勝、もう必ず優勝に絡んできますからね。そうですね、まあ、したがって昨日も FIFA の、 この世界ランキングが発表されましたが、日本よりガーナはだいたい15、6位ですから、日本よりまあ10位ぐらいに上のチームと、これがナショナルチームですが、このオリンピック代表チーム同士の激突はどうでしょうか。まあ、今回の参加するガーナ、ナイジェリア、今までヨーロッパ、南米ということで世界をリードしてきたところにアフリカ大陸というのが今一番伸びているわけですよ ね、 そうですね、急激にです、それもね。広永上がってきました、ゴール前にふわっと上げますが、このパスは通りません。ちょっと日本の攻撃はもう一つリズム感がありません。体の張り合い、この8番の定眼も強いですね。広永はまあこの日本のチームの中では体はいい方なんですが、ちょっと体負けしています。後ろに戻します。11番の本来ですとこのフォワードの選手ですが、手前にやるも下がっております。17分の経過、まだ両チーム得点がありません。上空はとっくりと出てきました、埼玉浦和の駒場スタジアム、もうバックスタンドも超前にプレーがありました。まあ、おっと危ない、これはゴールキックに変わります。前半の17分を経過しております、0対0です。これはカットされました。しかし永田遠目からのシュート、久しぶりにゴール前スに白いボールが転がっていきました。いいですね、はい、これですね、遠目からのシュート。そうです、ね、これ水沼さんね、はい、永田はやはりJリーグですともう一つというようなプレーが実際のところあるんですが、はい、この代表のユニフォームを着るとこの人は変わりますね。変わりますね、それは伊藤にも言えると思いますけどね。栗吉ね、そうですか。ちょっと日本の選手が一人倒れましたね。これは中田ですが、ジョーですね。ジョーですね、実はですね、ジョーは足をちょっと古傷持ってますんでね、持ってるんですが、まあ、今の倒れ方だったら打撲程度で大丈夫だと思いますよね。そうですか、ちょっとジョーが心配です。ジョーの痛がりようが彼のさん普通じゃないですね、うん、そうですね、心配ですね。いや、私実はですね、ジョーに沖縄の合宿で聞いたときに、実は足が痛いんですと、はい、しかしこういう大事な時ですからというようなことをちょっと言ってたので、それが心配なんですが、右の足首ですよね、今足首ですかね、どうでしょうか。今ドクターも皆さん、まあ、打撲っていうのはね、瞬間はすごく痛いんで、はい、ただひねるよりはいいと思うんですよ、そうですね、今の状況見るとそんなひねったような状況でもないと思うんでね。実はオリンピック委員会の規定では、明日の5日までにですね、このサブのメンバーというか入れ替えのメンバーを登録しなきゃいけないということ で、 まあ、いわゆる日本はですね、西野監督はこの23歳以下のメンバーでこのまま行くんだという形を取っていたんですが、はい、もし怪我人が出た場合には入れ替えなきゃいけないので、そのメンバーを明日中に登録しなきゃいけないわけですね。そうです、明日が締め切りですね、で今日宿舎で西野監督に伺いましたら、もう大きなアクシデントがなければこれで行くんですということだったんですが、はい、まあ、ちょっとこれは無理をさせるかどうか。今日本はピッチフィールドプレイヤーは9人です。ジョーが今大丈夫ですね、入ってきましたね、ジョー入ってきました。まだ前半の20分、まあ、この23歳以下のチームでは14点のジョー、あーっとカウンチャーが超えた、さあ追い返してくるガーナ、うわー日本はこれはなんとかできそうか、なんとかできそうか、いや危ないところ、大きなクリアです、大きなクリアです、森岡、いや危ない危ない、まあ、瞬間的な本当に抜け出るスピードとか速いですよ ね、 すね、ほとんどね簡単なステップ踏むだけでフェイントがいらないというか、このガーナはアンダー17の大会は1991年イタリア大会優勝、
93年の日本大会は準優勝、95年、昨年のエクアドルでは優勝。またそのガーナ、アートオフサイド、これは右サイドに開いておりました。この10番のアクノールがオフサイドのポジションに入っておりました。この人は本当に柔らかさ、そしてスピード、テクニック、シュート力、全てを持ち合わせております。これが先ほどのアクノールのプレーです。川口が完全に振られました。しかし、森岡ですね、森岡ヘディングでクリアしました。これが川口、そしてガンバ大阪の森岡。まあ、水沼さん、はい、このアジア予選では森岡がですね、やはりあの腰痛から本来のプレーができなかったんですね。そうですよね、彼自身一番悔しい思いをしたとは思いますけどね。ただあのその後の J リーグで、まあ、あのフル出場ではなくですね、途中から入ってきたのスピード、そしてシュート、はい、いいものがありますからね。そうですよね。さあ日本が今度はゴールに蹴っています。ゴール前ヘディング、中田、そしてリバウンドはどうだ、伊藤蹴り出し、落ち着いてたね。アトランタに続いていて伊藤、日本1点先行。いいですね、もう前園君の判断が本当に良かったですね。センタリングした時の、僕は今まで取られたからここで、ね、抜きにかかるかと思ったんですよ。なるほど。だけど正確なボールを折り返しましたね。これ中田がね、キーパーのアドゥーと競り合って、はい、アドゥーが仕方がないからパッチングに行った。そこを待ってましたとばかりですね。そのこぼれをテルが読んでましたよね、でその時にもうどこが空いてるか見てますからね。そうですね、素晴らしいプレーですね。もう一回角度を変えてみましょう。まさに静岡のマラドーナ、伊藤照義の見事なファインゴール、日本オリンピック代表1点先行です。前半の23分から間もなく24分、ちょっと今広永が痛みましたので西野監督が心配そうに立ち上がりましたが、広永大丈夫。とにかくこのアジアの予選では先ほどファインゴールを決めたこの伊藤と広永、水沼さん、この2人のボランチの大活躍。いや、このチームはこの2人にかかっていると言っても、ね、過言でないぐらいの2人ですからね、ただやはり伊藤という選手はこのチームになると変わりますよね。サッカーマガジンにはですね、伊藤照義の紹介に金田さん、はい、影の司令塔と出てましたが、いや全くその通りですよ ね、 ですね、はい、心臓ですよこのチームのね。そうですね、これはあの素晴らしいネーミングだと思いますが、あっとペナルティーエリアですがノーホイッスル。これはコーナーキック、ガーナにとっては初めての今日のコーナーキック。これは服部です。左サイドを任せたらもうこのチームではまあ左サイドですが、まあ、彼の復帰もすごく大きいですよね。この人も怪我で悩んだんですよね。さあちょっと今日は川口は2回ほど危ないシーンがありましたが、このコーナーキックはどう抑えてくるか。ああちゃんとシャツを入れなさいという審からの指示がありました。ガーナをホームにやってきて、ああクリスチャン・サバ、この人はまだ17歳というガーナオリンピック代表、175センチ。この人は昨年のエクアドルのアンダーセブンティーンの優勝メンバーです。この人あたりはですね、おそらく水沼さん、はい、当落線上だと思うんです。そうですよね、まだね、本当にこのチーム今日が最終選考っていう意味が、はい、もう含まれてますからね、この選手たちにとっては非常に大事な試合ですからね。そうですね、ただ17歳ですが、このサバもですね、サバ読んでるんじゃないかと思うようないい体してますよね。信じられませんよね、まあやっぱり発育発達が早いんですよね。ですね、とにかくこのガーナはアメリカを代表するサッカー王国、そしてボクシングも大変強く、現在ガーナは、WBA そして WBC 世界チャンピオンを3人持っております。オリンピックでもこのサッカーとそしてボクシングではメダルを獲得しております。そのアフリカの強豪ガーナを迎えまして、日本オリンピック代表1点リード、前半の26分を経過しております。これは川口、水沼さん、はい、川口が沖縄の合宿でちょっと張り切りすぎましてね、軽い脱水症状になったんですね。まあ彼じゃなきゃならないでしょう ね、 そういうのこの人は本当に金田さんもよくご存知ですが、最後までこのピッチに残って練習を続けますから ね、 そうですね、一番最初にピッチに出てきて最後に帰るのが川口君ですよね。その川口飛び込んだ、おお、川口のドリンクのボトルをポーンと蹴ってますような強烈なシュート、遠目から打ってきました平岩。まあ、この辺は惜しいシュートなんですけど、川口君は飛んでますからね。あ、そうですね、入ってたら触ってるでしょうね、今
この8番のヘーガンは1994年に平均年齢 18.5 歳で日本にやってきました。アシックスパックで日本代表と戦ったメンバーの一人。松下さん、はい、現在控えの松原が、ね、アピールするかのように一生懸命アップはしているんですが、そうですか、あの上の状態なんですが、うん、その日本左サイドからの攻めですが、中央には前園がいましたが、森岡です。あっとタックルをかわしていくガーナ、パスが通った、左に一人余っています。アンヘルフル、そして前方に出てきます。この中央への折り返しはどうでしょう。あっとボールが合いませんが、まだ黄色いユニフォームガーナがチャンスをつかもうとしています。アクノール左利きです。短いパス、金田さん、本当に柔らかさ、バランスがいいですね。ボディバランスもいいですね。 あれだけスピードがあるんですけど、キュッと止まっても崩さないですね、はい、バランスを。またこのボランチやリベロのアドゥが上がってきました。これが松原です。再三俺を使ってくれ監督とアピールを告げております。その上段ですが、はい、右の足首に、ね、後方からタックル受けたんですが、身体には影響ないということ で、 そ, うですか、そのまま出られるそうです、はい、先ほどはかなり辛そうな表情だったんですが、現在のところはまた表情も和らいできています。ジョー、これはガーナのフリーキックです。まもなく前半は30分になろうとしております。お、股間を抜いてきて遠目からのシュート、これもしかし枠にいってますね。そうですね、いいパンチしてますね、はい、ガーナのフリーキックはこの10番のアクノールが打ってまいりましたが、川口がキャッチしております。前半のまもなく30分、日本が1対0とガーナをリードしています。この埼玉県地方は最高気温が 28.4 度、まあ、思ったより暑くはなりませんでしたが、先ほどまで気温はまだ24度ありました。しかし日本オリンピック代表を率いるこの前園真聖、この素晴らしい活躍のまでもありまして、見事に伊藤照義のファインゴールで日本が1点をリード。日本は左からのフリーキック、あ、ヘディングの強い松田が上がってきました。やはり金田さん、この松田を起用した時にはこのセットプレーでなんか効いてきそうなんですね。そうですね、やっぱり攻守における高さの対策ということを考えたらね、武器ですよね彼は。正面にその松田、パワーポスト、広永、これはボールがちょっと浮きました。広永のヘディングです。まあ序盤はかなり水沼さん、はい、危ない場面もありましたが、伊藤輝義のあの落ち着いたファインゴールからまた日本はリズムを取り戻しつつありますね。ありますよね。ですからこういう戦い方になるとは思うんですけどね、まあオリンピックへ行った時に。そうですね。ですからそういう、まあ、ワンチャンスではなかったですけども、そういうカウンターから攻撃を実らせるっていうのは、まあ日本の戦い方としては正しいとは思いますよね、はい、まあ日本時間の7月22日、朝7時半から、まあ、このご覧のチャンネルでご覧いただきます。このブラジル戦はですね、あっとまたガーナ、まあ常識的に金田さん、はい、申し上げて勝てる要素というのはほとんどないと思います、はい、これはどう戦うかですね。そうですね、僕は逆にまあ要素はあるとは思ってますけどね。そうですか、はい、やっぱりあの特にこういう身体能力の高いチームって、それも暑い中で前半の15分勢いがありますから、そのスピードを生かされないためにパスに一つ取っても相手の裏を狙ってしつこく攻めるとかですね、はい、そんなことを徹底してやっていかないと、そこを乗り切ればペースダウンした時にはね、 今のようなこういう状況のようなワンチャンスが巡ってくるわけですよ ね、 そうですね。ですから前園も彼さん言ってますが、自分たちがノーミスで行った時に相手は必ずミスをしてくると、はい、この時にチャンスがあるんじゃないかと。そうですね、だから日本はやっぱりノーミスでいかないといけないですね、はい、特につなぎのところでね、はい、ディフェンスからミッドフィールド、ミッドフィールドからフォワード、そこのパスミスが出た時には決定的なピンチになりますよね、はい、ですからある意味ではこれは松田ですが、水間さん、はい、なかなかあのモチベーション、こういう走行試合というのはですね、はい、こう燃えるというところまでいかないと思いますが、やはりこの先にはブラジルがいるんだという、この目つきを彼らはしてますね。してますね、もう本当に目が変わりましたからね、はい、とにかく川口も言ってました、まあ、ブラジルが強い、それは強いんですが、同じ年代なんです、ですから必ず相手のフリーキックは僕が止めればいいんですという言い方をします。これはあのそれぞれの選手に金田さん言えることで ね、 そうですね、ここのチームは全然怖がってないんですよ、ある意味では。そうです、あの世界への大会参加している選手が多いんで ね、 そうですね、あんまりあのいい意味でビビってないですよね、あ、いいパスこれ繋がるかどうか、なかなか、あ、もう一
攻撃がありましたが、さすがに分厚いディフェンスをしましたガーナ。あ、左1人待ってました。マニュエルずっと左サイドから自分で持っていくか、クロスを入れてきます。あ、クロールもいい位置に入ってきますがちょっと合いませんでした。しかしまだガーナ2次攻撃があります。ペナルティーエリアに入ってきた、左足のシュート、どうだ。これはディフェンダーの体に当たっているかどうか。当たってませんか。あ、当たったように見えましたけどね、ちょっと当たったような感じがありました、はい、コースが変わったように見えたんですが、今のプレー見てみましょう。あ、ちょっと5番の田中の腰のあたりにかすったような感じもありますが、ヘーガンのこのシュートですがやっぱり左に外れていきます。175センチという登録ですが、もうちょっと身長はありそうです。エベネザー・ヘーガン、攻撃的なミッドフィールダー、右サイドを任されております。まあ、あまり水間さんおっしゃるように、はい、このチームはどっちのサイドとか前とか後ろとかあまりないですね。ないですね、本当にあの攻撃になった時にはですね、すごく上がってくるんですよ ね、はい、そうですね。本当にポジション崩して上がってきますからね、あ、上からいいパスが出ます。日本服部、ここからのクロスはどうでしょうか。逆にボールをコントロールはガーナ、いや、つないだ。このつなぎはすごいですね。サメル・オセイクコがボールをもらいに行きました。まあ、画面には選手の顔映りませんけどね、表情が、ガーナの選手の気迫はすごいですよ ね、やはり今日は最終選考ということで燃えてますよね、はい、これは今ホイッスルがありましたね。松下さん、チャージ上です。はい、倒れました。はい、清原さん、あのガーナなんですかね、一人あのガーナにいるアボアゲという選手がいましたね。そうですね、フォワードの選手、このいい選手がまたこ このチーム以外に加わってくるんですね、アメリカで合流するんですね、ですから、あの今20人で2人落ちる、いやもう一人ですが3人落ちるということですからね、非常に目の色変わってますね。ただ清原さん、20人の予定だったんですが、日本にやってきて数えてみたら22人いたということもありますんでね、割とその辺はルーズだと聞いておりますが、しかし練習もですね、非常にあ のんびりしてやるのかと思ったらですね、このアーディさんは先ほども申し上げました大変厳しい方で、まあ、指導方法はまあイングランド方式という感じもします。前半の34分からまもなく35分になります。日本が伊藤照義の素晴らしいゴールで1点をリード。この放送は解説金田信俊さん、水沼貴さんでお送りしております。さあ、今日はゲストに小谷美子さんと伊藤みどりさんをこの放送席の横にお迎えしておりますが、小谷さん、はい、さっきのね、はい、伊藤照義選手のシュートですが、あの落ち着けということを そうですね、どんなスポーツでも言われると思うんです、はい、小谷さんは落ち着く方法って何か持ってました？私は落ち着けることはなかったですね、選手の頃は。あ、逆にあの、その興奮をいい方にいい方に回転させるということだったので、さっきの伊藤選手のような落ち着いたプレーは、はい、いやーすごいなと思いました、私にはできませんね。ガーナの分厚い攻撃で日本が危ない場面を迎えております。エマニュエルから、そしてディフェンダーのオセイクコも上がっている、そして遠目からまたシュート打ってきた、これディフェンダーに当たります。最後は14番の強烈なシュートがありました、アフォ・ドゥドゥ。96年のアフリカ選手権のメンバー、現在はギリシャでプレーをしております、ドゥドゥのシュート。まあ、伊藤みどりさんはですね、はい、トリプルアクセルの時にちょっと失敗した経験もありますが、はい、この落ち着けと言われた時にどうしたんですか。何か呪文を唱えるとかありました？そうですね、もうやはり私の場合はあのイメージトレーニングをやっぱり重心に大切に、あの日頃悪いところを思い出しながら、いいイメージ、いいイメージを持つということでしょうね、はい。まあ、その辺は金田さん、今のこのですね、はい、若い日本の23歳以下のメンバーというのはいわゆるプラス思考、そうですね、気持ちの切り替え方が非常にうまいですよね、広永です。あ、今イエローカードが出ましたかね、ちょっと今見落としましたが、今自分のボールをキープしたんですけど、それを取られたんで、はい、慌ててシャツ引っ張ったんですね。あ、そうですか、広永にイエローカードです。ガーナのフリーキック、うん、このところこのガーナは4番のサメール・オセイクコが上がっておりますが、今度は日本中田、ちょっとこれはあの14番が邪魔になりました。日本の前園です。アフォ・ドゥドゥがこの前園についておりますが、ちょっとこの交錯した感じがありまして、
のパスの進路に入っていくことができませんでした。日本を率いますキャプテンの前園、まあ、今のような時は結局前に走った前園君を狙ったスルーパスで僕はいいと思うんですけど、サイドから服部君が上がってましたんでね、そこで中央で取られてそこを食らって服部君が逆にサイドで置き去りを食らって攻められるよりはサイドに開いた方がいいと思いますね。今一旦広永が取ったボール、この今頭にこのアクロール、これ左利きですからちょっと右足のシュート体勢には入れませんでしたが、広永から簡単にあの先ほどアクロールのボールを奪っていきました。まあ、個人技はなかなか素晴らしい、今の素晴らしいフェイントしました。これしかしこれは日本ボールを奪い返した。鈴木まだ頑張っています。鈴木はね、水沼さん、はい、まあ、オリンピック出場を決めた後のですね、アジア選手権の最後の韓国戦の決勝戦、もう自分のプレーで PK を取られ た、 そうでした、ね、あれは一生忘れないということですよね。そうですよね。ですからその悔しさをバネにして本当の、ね、アトランタの大会での大活躍を期待したいですよね。なんかね、プレーを見てるとこう一回り大きくなったように見えますよ、この鈴木は ね、 高校時代は無名のプレーヤーでありましたが、日本のオリンピック代表で本当に素晴らしいストッパーとして成長してまいりました。今日は松田とコンビを組んでおります、両ストッパー日本、鈴木とそして松田。ボールを一旦後ろに下げて伊藤照義からその鈴木、この人はもともとストライカーでサッカーを始めましたから前に出てシュートを打つのは大好きなんです。その鈴木、もう一回ボールをもらいます。右には森岡が開いています。前園、あっと中田です。ちょっと足がもつれました。中田はそうウエイトトレーニングをやる方じゃないんですが、久しぶりに私も会いましたけどね、沖縄で。金田さん、体が二回りぐらい太くなりましたね。彼はやっぱりいい体してますしね、この、まあ、身体能力の高いガーナの選手とルーズボールを競り合っても、はい、対等に競り合えますよね。とにかくこのアフリカのみならず南米のプレーヤーとも本当にジュニアの時代からそれは敵に回してサッカーをしてまいりました中田です。ちょっと水沼さん、はい、長めのスルーパスがやはり途中でカットされるというケースが多いですね。そうですね、やはり足速いですからね、簡単なボールでは追いつかれてしまいますよね。これも速いですね。アヒンフル折り返してきた、あっとよくヘディングで日本はクリアしている。またこれは遠目からシュートを打ってくるか、あっと第一です。10番のサバのシュート、これが川口のキャッチング。ボールがとにかく手に吸い付いてくるような感じです。ガーナが1人倒れていますが、今のプレーご覧いただきます。外目からクリスチャン・サバ、もしかし見事なボレーシュートですよね。きっちり枠いってますからね、難しいシュートですよね。これもまだ17歳。今このちょっとしたインジャリータイムに西野監督、キャプテンの前園に指示を出します。今日も金田さん、はい、この満員の駒場のサポーターを前にですね、はい、全員のメンバーが紹介されて、そしてキャプテンの前園がね、まあ、静かな中に闘志を秘めて挨拶をしましたね、はい、そうですね、大歓声でしたね、まあ、この人、水沼さん、スペインでこの後プレーするんじゃないかと、そうですね、おりますが、サポーターの皆さんはゾノのプレーをスペインで見たいという人が多いですね。そうですよね、はい、まあ、自分たち の、 このチームからいなくなってしまうと寂しいとは思うんですけどね、どこへ行っても僕たちは応援するぞという、ね、そうなんです、横断幕が出てましたからね、まあ、このガーナもですね、とにかく世界でプレーしているこの若さの選手たちが世界でプレーをしているわけですが、日本もそういう時代が本当に近づいているという感じがいたします。ガーナのオフサイドを誘いました日本のディフェンス。前半の42分の経過、マリノスの遠藤、ウォーミングアップを開始。おそらく遠藤は後半から出てくると思いますけどね。そうだと思いますね、右サイドですよね、はい、ちょっと左足、このオリンピック予選で痛めましたアキレス腱の部分の痛みがまだ完全に癒えておりません。ちょっと遠藤スタミナも心配なんですが、
西野監督は今日はこの遠藤もテストしてみたいということです。広永そして鈴木、前にポーンと田中がボールをフィードしますが、ここには誰もいません。城がしかしボールを懸命に追っていきます。もう一回日本、田中腕で落とします。伊藤から鈴木、ちょっと今の森岡のプレーも金さん、もうすぐ後ろに、はい、あのマーカーがいましたのでね。そうなんですね、後ろに、まあ、裏のスペースを狙っていくにもやっぱ相手スピードありますし、ああす、ね、非常に、ね、難しいところですよね、まあ、前半で1点をリードしている日本ですが、この後果たして攻めてもう1点を取りに来るのか、あるいは守るのかと、これはハンドです。ハンドを取られましたね、はい、これはあのラインズマンと言っていたのをですね、まあ、一つはあの女性の審判が多くなった、はい、そしてあのこの副審という呼び名にしてですね、ある程度のもう権限といいましょうかね。そうですね、まあ、アシスタントレフェリーというふうに呼んでますね、はい、そうですね、ですからレフェリーが見落とした部分を今のようにフラッグでアピールするというようなケースもこれからは多くなってくると思います。風はこの放送席メインスタンドから見て左から右、あるいはバックスタンド方向からメインスタンド方向という今日のこのままです。まあ、梅雨の合間で連日暑い日が続いていたんですが、日が暮れましてから非常に爽やかな風に恵まれております。しかし水沼さん、はい、フロリダはこんなもんじゃないでしょうからね。だと思いますね。よし聞いてるだけでも暑そうですよね。いや私ねよくあのアトランタの近くのオーガスタナショナルでマスターズの中継に行くんですが、はい、そこへ住んでる皆さんがですね、夏はとにかく買い物に行こうかどうか、あのドアから手をまず出して外の気温を確かめて、あちょっと今日は暑いからやめよう、これは冗談じゃないんです、これぐらいの暑さなんですというね説明の仕方をしてくれました。いやちょうど、94年のワールドカップアメリカで行われましたけど ね、はい、ねちょうどこの時期だったんで私も行ってきましたけど、ね、まあ、とてもじゃないけどサッカーできる状況がないですよね、暑いところは、特にマイアミなんかだったらすごいでしょうから。で今あのマルチボールシステムですから、はい、あのプレーの時間は長くなる。そうなんですね、休む間がないということですね。まもなく前半ロスタイム、日本さあこのスタイムに入ってアントワイドを返される、しかしこれはファール、日本のフリーキックに変わりました。もうロスタイムに入りました。この前園完璧にここは一人は倒しましたけど、その後足をかけられました。これは日本スローインです。その前園スナイダー広永、これは続きません。ロスタイムに入りました。前半は日本が伊藤照吉の素晴らしいゴールで1点をリード。ガーナもしかし再三遠目からのシュート、あるいはフリーになったケースもありました。ちょっと間違えていたらガーナが先行しているという今ペース配分になっていますが、日本はその隙を突いて1点をリード。いよいよこの日本代表チーム、オリンピック代表チームはこの走行試合が終わりますとアトランタへ向けて出発することになります。服部の折り返しです。これはゴールラインを割っています。あこれが日本のベンチ、白井、伊藤、そして道木、手前には秋葉、予選の時には水間さん、はい、20人というスコットでやってましたが、これがあのオリンピックの場合は18人ですから、そうですね、この絞り込みは大変でしたよね。まあ、本当に西野さん頭痛めたと思いますけどね。しかもその中に3人枠を入れるかどうかということで ね、 そうですよね、このやはり悩みは尋常ではなかったと思いますが、さあもうロスタイム46分を経過しておりますが、こういうところも丁寧に行きたいところです。中田、あっとこのパスは通りません。今ジョーがいいところにいたんですがね、今の中田のパスが通っていればというところだったんですが、逆にガーナオリンピック代表チームアクノール、これでトラップして左足は引き足の左で打ってきましたが、これはゴールライン割っています。どうでしょう、まだこれロスタイムがありますね。だいぶ長いですね、まあ、ジョー君の手当ての時間もあったでしょうからね。そうですね、ピンクのシャツはマレーシアおなじみのナザリさんです。川口、
間終了です。ガーナオリンピック代表を迎えました日本オリンピック代表との国を代表する試合、駒場スタジアムより生中継でお伝えしております。後半が始まっています。後半も引き続き解説日本代表コンビの金田信俊、水沼貴史、このご両親でお送りしてまいります。ゲストは小谷美香子さんと伊藤みどりさん、リポーターは竹方直樹、清原正宏両アナウンサー、実況担当は松下健二でお伝えしております。さっきちらっとだけご覧いただきましたが、後半回想そう金田さん危なかったんですが、川口がよく出てね、あのパスはやっぱりね非常に危険なパスなんですけど、サイドに開いてる森岡君がちょっと集中切らしましたね、ちょっとこれオフサイド気味だったんですが、そのままちょっとゴール前危ないシーンがありました。松下さん、はい、日本代表の西野監督のハーフタイムの指示なんですけど、前半のこのペースでいいと、そして前線からのプレッシャーをとにかくかけると、マイボールにしろ集中力を切らすな、うん、いい気持ちでアトランタへ行こうと最後に声をかけました。そうですよね、その通りですね。それからですね、はい、あの18人枠出てましたが、小倉がですね見に来てるんですよ。あ、そうですか、はい、あの日本ベンチの前でじっと座ってるんですが、はい、まあ、声をかけることなくやっぱりじっと選挙を見つめてるということで、そうですか、とこれも川口よく出ました。あの実戦の復帰はやっぱり8月に予定をしてますから、もう本当あとちょっとだということだったんですけどね。今画面でね、その小倉選手の姿を捉えました。名古屋グランパスのエースストライカー、まあ、足の靭帯を本当に損傷して、しかしね、水沼さん、はい、ここまで今かなり激しいトレーニングやってますが、小倉はここまで戻ってきたのは奇跡的なんですよね。そうですね、彼の本当に素晴らしい精神力ですよね。それもやはり金田さん、オリンピックになんとか間に合わすんだというね。そうだと思います、本当に間に合えばね、出て頑張ってプレーしている自分のイメージがあったでしょうからね、まあ、タイで怪我をして、その後マレーシアでしたね、戻ってきた時にはあの病室に行ったご両親も言葉のかけようがなかったという、ほとんどあの誰も声かけられないぐらいの、ね、ショックだったと思いますよね、はい、しかしこの小倉の分もですね、前園ジョーがやってくれる、その前園もですね、とにかくこの28年ぶりのオリンピックへの出場が決まってすぐこの小倉には電話をしたということですからね。その日本オリンピック代表が1点をリードしています。さあ一方のガヤナサイドはどうでしょうか、清原さん。はい、ガーナのアーディ監督はやはり出来が良くないというふうな顔をしてましたね、はい、でボールに対する執着心がちょっとないんじゃないかというふうに声をかけたそうです、そして横に見えるテクニカルディレクターのイギリス人のレイさんという方がいらっしゃるんですが、ジョー、彼がいい選手だねというふうに言ってましたね。そうですか、あの全体的に日本はやはり見た目以上にスピードがあるねという評価をしています。まあ、とにかく日本が日本時間の7月22日キックオフは朝の7時半ですが、対戦するブラジルのこの名監督のザガロもですね、とにかく日本のこの成長は尊敬に値するぐらいだと水沼さんこう言ってるわけですから。そうですよね、いや内心怖いんだと思いますよ、ね、それあるでしょうね、ただもうブラジルのプレーぶりも日本のチームはよく知ってますが、この日本の J リーグの中継も今ブラジルではですねテレビで金さんやってますから、週1回ぐらいは、何らかの形で放送されてますからね、はい、ですからほとんどの選手はもう名前は分からなくてもプレーぶりはもうみんなね知ってるでしょうね。だから嫌な思いをしてるはずなんですよね、勝って当たり前だと思われてますからブラジルは、はい、これが今日の日本オリンピック代表のメンバー、まだメンバーチェーンジはありません。川口、鈴木、田中、松田、広永、服部、前園、伊藤、中田、城、森岡です。クローズアップは日本の西野監督です。まあ、西野さんもこのオリンピックを前にしていわゆるプロフェッショナルに契約を切り替えました。それだけ水沼さん、はい、まあ、あのこの浦和出身の先輩ではありますが、西野さんもこのオリンピックにもう1回あの一から出直してかけようという ね、本当に自分もここにかけてる気持ちを伝わってきますよね。そうですね、選手と一緒にこの暑い沖縄合宿でもピッチに立っておりました。もう真っ黒に日焼けして山本コーチとともにこの駒場に乗り込んでまいりました。中央から素晴らしいストーンでシュート、川内ファインセーブ、すごいスピードで上がってきました平岩か、おそらく8番のエベネザー平岩だと思いますが、まさに褐色の弾がこれ間を割ってきます。なんかディフェンダー2人が見合ったような感じはするんですけどね。
実際にはやっぱ早くて追いついてないんですね。失礼しました。エマニュエルですね。デュアエマニュエルでした。また返し。このゴール前で接触プレーがありました。バウンス大丈夫か。が倒れました。ちょっと顔面を押さえています。ゴールキーパー担当のマリオコーチも心配そうに見つめております。どうやら大丈夫です。今のプレーです。川口が手を伸ばしたところ、この後ですね。いやー、ちょっと危なかった川口ですが大丈夫です。後半の7分を経過しております。安定しますよ彼は ね。最終予選もそうでしたけど、完璧なもうキャッチングも見せてくれましたしね、ブラジルは、まあ、高田さん、金太郎飴じゃないですが、はい、どこを切ってもですね、すごいんですが、もう名前見ればびっくりしますね。まあ、とにかくその監督のザガロはもうこの代表で100試合を超えたわけです。で、勝率が7割5分を超えてるんです。あの先日あの将棋の四冠女王になりました清水さんの勝率がだいたい7割6分なんです。もういい勝負で、10日にですね、ブラジルのオリンピック代表はデンマークと対戦して、いよいよアメリカに乗り込んで、4月14日はなんと世界選抜、ここには数が入っておりますが、そうですね、その後日本のこのオリンピック代表とやる、まあ、メンバーはこの3人枠にベベットとリバウド、アウダイールを超えましたが、もともとあのロベカルこと、ロベルト・カルロス、ジュニーニョ、リバウド、19歳のロナウド、もう素晴らしい選手ばっかりですよね。一人一人言ってるとだんだん怖くなりますね。本当に口に出すのが嫌ですよね。ただそのね、名前を言ってもこの日本のオリンピック代表チームのメンバーは、いや、もう同じぐらいの、それはすごいかもしれないけど、俺たちだってプロなんだと、これをね、さっと言える。そうですね、逆に楽しみにしてますよね。あの、僕はベスト4ぐらいになればね、世界からのスカウトの注目の目っていうのは一心に集めると思うんですけど、今回はブラジルと対戦できるガーナ、あのナイジェリアもそうですけど、はい、うちのリーグっていうのはかなりスカウトが、ね、集中すると思うんですよ。そういう意味ではね、その中でブラジルを見てるスカウトの前で日本人が活躍するっていうのは一つの手ですよ ね、はい、そうですね、世界へのアピールにしては、ね、一つの手ですよね。方もそういうことをずっと言い続けてきて、オリンピックへの この出場権を掴んだわけです。もうすでにゾノ、マイゾノのとこにはあのスペインからジェネラルマネージャーが見に来ている、こういう時代がいよいよ日本のサッカー界にもやってきました。日本がコンパクトなパス攻撃、しかしガーナがなんとかここを打開しようという体勢です。エマニエ、先ほどは素晴らしいシュートを打ちました。中央10番のアクノール、しかしボールを奪った日本、中田、狭いスペース突破するか、ボールを取りました。今のは早い、水間さん、はい、まあ、カウンターというかもっとこう早い攻めに行きたかったところです。そうですね、最初ドリブル入った時に選手を探しましたよね、パスを出すと、それで右サイド上がっているの、森岡が上がっているのを確認した途端に引っかかられましたよね、ですから顔を上げて判断が遅くなるとやはり囲まれますね、さあこのディフェンスはどこでもできるという秋葉が今ウォーミングアップを開始しております。こちら側は遠藤です。全天候のこのトラックの上、日本のサブスティテューションの動きも目まぐるしくなってまいりました。依然として駒場、非常に爽やかな風がバックスタンドからこのメインスタンド方向に吹き抜けております。場内超満員に膨れ上がっております。日本対ガーナのオリンピック走行試合、1対0と前半伊藤照吉のシュート、日本1点リード。黄色いユニフォームガーナ、自陣で横パスです。あのガーナはナショナルチームはこの胸に黒い、星一つ、いわゆるガーナブラックスターズ、しかしこのワンランク下のですね、23歳以下のチームは星が3つついております。ガーナは選手交代です。あ、3番が見えてきましたね、アモアコに変わりまして、13番のオヘネですかね。いや、3番のユニフォーム着てませんか、オヘネ・ケネディ、13番ですね。あ、13番ですか、はい、あ、そうですか。この放送席から見ると、3番にちょっと1を足しているような気が、そうですか。あ、トライアーカー、ガーナ同点です。ガーナ同点に追いつきました。アヒンフル9番、やはり6月17日のワールドカップ予選で
勝ゴールを挙げました。9番のアヒンフル、ガーナ1対1の同点に追いつきました。いやー、1対1の同点になりました。このアヒンフル、オーガスティン・アヒンフル、1993年世界をあっと言わせましたガーナアンダー20、ガーナサテライトのエース、このアヒンフルのシュートでガーナが1対1の同点に追いつきました。いやー、最後は松田が言ってると思いますけどね。そうですね、ついては行ったんですけど、やっぱセンタリングの体勢が非常に入ってくる、分かりにくかったですね、今のはね、はい、さあこれで日本のオリンピック代表目覚めるかどうか。ちょっとそれまでやはり金田さん、相手に対するプレッシャーがちょっとなかったですもんね。そうですね、先ほど清原アナウンサーからのリポートがありました。13番のオヘネ・ケネディ、ピッチに入ってきました。松下さん、はい、一方日本代表の方も遠藤がずっと呼ばれて、ね、指示を与えられて、そろそろ交代という形です。あ、そうですか。その他にも秋葉と道木がもうすでにウォーミングアップを終えているような状態です、はい、さあ両チームのベンチワークが忙しくなってくるところです。今背中をポーンと西野監督に押されて、10番の遠藤スパイクのチェックに入りました。あ、これは山本コーチの声が、もう点を取りに行くからしっかり行けというような指示を与えています。まあ、遠藤は右サイドからのドリブル突破が得意な選手。あ、ゴール前、これが入りました。13番のオヘネ・ケネディ、どうもですね、今日のキャスターのリポートにもありましたが、3番のユニフォーム、あ、これはあのパンツの方は13番になってますが、どう見ても3番にテープで付け足してますね。はい、これがケネディ、180センチの長身選手。このヘネ・ケネディが今前方でワントップという形になっています。日本は遠藤が入るタイミングを伺っております。左足のアキレス腱、これはまだ感知しておりませんが大丈夫です、全力で行きますという遠藤。ちょっと遠藤の後輩の気を伺っております。後半の15分を経過、1対1の同点になりました。前半日本が1点の先行、しかし後半に入りましてガーナオリンピック代表はオーガスティン・アヒンフルのブランダーのシュートが決まりまして同点に追いついています。ここで森岡と遠藤スイッチ。さあ小谷さん、伊藤みどりさん、非常に目まぐるしくなってきましたが、迫力が伝わってくるんじゃないですか。もうあのヒューと胃が痛くなってきました。あ、ね、もうでも後半に入ってから随分右半分で試合をしているような感じがするんですけど、小谷さんと伊藤さんの種目にはこの交代というのはないんですけどね。なんかやっぱりあのサッカーの選手もすごいジャンプ力で、そこでクルッと3回転が回れるようになるほどですから、それは見習わなきゃいけないなと思いました。はい、じゃ あの小谷さんにも聞かなきゃいけない、足の上げ方はどうですか。いや、つま先が伸びてないですね。これは減点の対応。さあしかし、もう我々はあの美香子さんとみどりさんに楽しいお話を伺ってますが、今のゾノの顔を見たらね、よしもう1点取るんだというね、迫力が伝わってきます。日本は遠藤を投入しました。しかし、まあ、ハーフタイムでもこの2人の思わず金田さん、水沼さん、ガーナ早いなという、ね、感想が出ましたが、早いですよね。途中から入りましたオヘネ・ケネディ、これはボールは向こう側のタッチ、これが鈴木です。タイミングと精度と強さ、はい、この3点が揃ったパスじゃないと相手の裏取れないぐらいの、ね、ミスが許されないと言いますか、日本の攻撃に関してはそうですよね、はい、しかしよく考えてみたらブラジルはもうこれ以上だと思わなきゃいけないわけですから、いや、またそうです、ね、これをやはり上回る攻撃あるいはディフェンス、それがこの日本のオリンピック代表に今日できるかどうか。1対1の同点です。まだ後半は17分を経過したところ、パスを使うのか。
自分で行くのか、アクノール、しかしこれは逆にアクノールのファール、アクノールがファールを取られました。後半の17分を経過、1対1の同点です。過去夏のオリンピックのサッカー競技ではほとんど金メダルはこのヨーロッパ勢が独占しております。南米ではウルグアイが取っているだけ、これが意外なことなんですが、カレナさん、ブラジルとアルゼンチンはまだこのオリンピックでは金メダルを取ったことないんですね。そうなんですね、まあ、あんまり力を入れてなかったということもありますけどね、はい、アジア勢ではこの日本の銅メダル一つ。さあ23年ぶりアトランタに出場する日本オリンピック代表チャンスだ。場がつなぎます。これは結局タッチを割っています。ちょっと城の足が心配、右足はかなりこれ水沼さん来てますね。だいぶ痛そうですよね、これは松原吉川投入というケースは、と怪我には強い城なんですが、かなり痛みをこらえているというジェスチャーです。前田の口の中央だ、中田タックルをかわした、さあエンド、これはよく戻りました。ガーナオリンピック代表です、サミエル・オセイクホ、やはりこの守りの要、4番が戻りました。1対1の同点、うんとこれはタッチを割っています。これは西野監督は早い決断、ジョーの交代、まああんまりここで無理させてもね、しょうがないですからね、あ、いいボールですよ、これは。これはどこにいいボールが来た、あ、チャンスだ、どうだ、自分でループシュートじゃない、オーバーヘッドか、とダメだ。シュートがあるかと思った、これはできませんでした。今のプレー見てみましょう。キーパーの頭の上を越してからね、そのまま行こうとしたんですけど、キーパーを、あー、そうですね、サイモン・アドゥ、キーパーの手が後ろから来てましたね、はい、まあ、韓国戦のバイスクルシュートはですね、中田がスローワーだったんですが、中田の声でハッとこう我に返ったら、こう相手のディフェンダーが2人話をしてたらしいんですね、はい、それでいけるかもしれないということでボールをもらったらちょうどこう背負うような形になって、ちょっと疲れてたんで抜くのは無理かなと思った瞬間あれをやりました、ジョーは言ってましたけどね、まあ、あのバイスクルシュートで一旦は韓国戦1対1同点に追いついたんですが、残念ながら最後は PK で日本はアジアナンバーワンの座を取りこぼしてしまいました。しかし28年ぶりのアトランタオリンピックへの獲得権はがっちりと掴んで日本に戻ってまいりました。その後一旦アフリカに遠征いたしまして、久しぶりにこのメンバーで試合をしております。前園、服部が繋ぎますが、これは上に渡りません。こういうボール気をつけなきゃいけないんですよね、はい、これは広永、もう一回上だ、よく戻っています。ジョセフ・アドゥ、5番に戻りました。3人枠の選手の1人です。ガーナ代表1人メンバーを入れ替えているだけ、おー、これはいいところです。伊藤からいいつなぎ、前園、中田、向こう側に遠藤がいますがルーズボールになりました。ボールをコントロールいたします。サバルックアップから左に大きく振りますが、ここには選手がいません。日本鈴木戻っています。ちょっとこれは西野監督ですが、ガーナ代表のベンチの動きも非常に激しくなっております。後半21分を経過、依然として1対1の同点です。ハーフウェイラインあたり日本がボールをつないでいます。さあジョーです、あまり待っているジョー、オーバーラップ、ハットに左足で上げて、クレイカーが高い手を飛び出し1回戻す、ホームから遠藤のシュート、クロスバーの上です。遠藤のシュートは残念、クロスバーを越えています。依然として後半22分、1対1の同点です。埼玉県浦和市にあります駒場スタジアム、日本オリンピック代表が遠来のガーナオリンピック代表を迎えての壮行試合、日本は後半の20分過ぎいいチャンスがあったんですが、残念ながらまた勝ち越すことはできません。もうしかしこの前園に対する横断幕もありますが、金田さん、はい、この駒場のですね、1階のスタンドのフェンスは全部横断幕で埋め尽くされてますね。そうですね、横断幕の後ろはほとんどの方立って応援してくれてますからね。何か久しぶりにこの日本にですね、このサッカーの熱気がまたね、戻ってきてくれたという感じがしますが、まあ、サッカーファンにとってはこの後はオールスターマッチがあります。そしていよいよ心はもうサッカーファンもサポーターもアトランタに飛んでいます。ガーナチャンスだ、素晴らしいシュート。
ガーナのゴール、2対1です。あ、ベンチの選手もみんな飛び出してきた。2対1、コーナーキックからチャンスを見事に使いました。完璧にやられました ね、やられましたね。ここでアクノーがうまい切り返しを見せるんですけど ね、これももう素晴らしいですよ。はい、最後はこれヘーガンですかね。ちょっと上からですと確認できませんでしたが、おそらくヘーガンではなかったと思いますが、ガーナ2対1と1点勝ち越しました。どうやら17歳のクリスチャン・サバのようですが、ガーナオリンピック代表が逆転に成功しました。日本はちょっと苦しい試合展開になってきました。果たして残り手元の時計はまだ20分ありますが、ここで再度追いついてもう一回引き離すことができるかどうか。カレナさん、やはりこの10番のアクノールがいいところで効いてきましたね。はい、まあ一人一人球際は強いですよ。あ、今度は日本オリンピック代表永田のかかとに前園からのボールが当たってしまいました。タイミングはドンピシャだったんですが、ちょっと足元に行ったパスだったんですけどね。今のプレーです。前園も左足のふくらはぎ完璧ではありませんが、今の惜しいプレーですね。惜しい、いいプレーですね。さてここでガーナオリンピック代表1人倒れておりましたが、今立ち上がりました。大丈夫です。日本のスローインでプレーが再開されましたが、さあ問題はジョーですね。今ジョーが西野監督の近いところで水を含みまして、様子をどうやら監督が聞いたんですが、ジョーはいけますというそんな雰囲気でしたね。後半26分を経過しております。前半1対0と折り返した日本オリンピック代表ですが、ガーナオリンピック代表が逆転して2対1。場内超満員のこの壮行試合を見に来た日本のファンの前で同点あるいは逆転になるかどうか。前園、後ろから来て前園からボールを取りました。15番のクリスチャン・サバ、これは個々のスピードよりパスのスピードを上げていかないと崩せないと思いますよね。持ってからこのスピードトップは難しいということでね。そうですね。それから水沼さん、やはりもらう前に動きを早くするんだね。そうですね。ちょっと相手ディフェンダーの頭に当たりました。日本は前半伊藤照義のファインゴールで1点をゲット。しかし後半ガーナ代表は2点を取っています。2対1と逆転です。またガーナのチャンス、途中から入りました13番のオヘル・ケネディ。これもシュート体勢に入ってから足が長いもんですから、日本人の感覚だったらこれは届かないと思うようなところでね。そういうことですね。シュート追ってきますね。ですからそういうことっていうのは本当に戦ってみなくてわからない部分が非常に多いですからね。コーナーキックに入ります。ガーナ、ちょっとガーナの自由奔放な動きに何かもう一つペースが扱えません。日本オリンピック代表若いティーン、ウィルベック、この人はまだ19歳。一旦ボールを後ろに戻します。9番のアヒンフル、このアヒンフルが最初はワントップの形にいたんですが、現在途中から入りました13番のオヘラ・ケネディ。ガーナの得点は後半の12分に9番のアヒンフル、そしてやはりアヒンフルでしたね。9番でしたね。そうですね、はい、アヒンフルです。したがって9番のアヒンフルが今日2ゴール。これです。この人です。うわ、今度は15番のクリスチャン・サバ、一旦止めてからのボレーシュート。何か金谷さん、はい、やりたいようにそうですね、ガーナがやり始めているという。ポジションもほとんど崩して好きなところ動いているという感じがしますね。はい、松下さん、はい、前園に変えて秋葉を投入ということになりそうです。おお、そうですか。さあそうなってくると日本もちょっと変えてくると思いますが、その前園がキャプテンマークを持ちながら前進しようとしましたが、前園交代ですね。やはり左足のふくらはぎちょっと左足引きずってますね。
内身だったんですが、それをかばっているうちにちょっと外側の神経が痛くなってきているということで、まあ秋葉にここは譲ります。そしてジョーがキャプテンマークをつけます。アジアの最終予選ではこの前空が出られない時にはキーパーの川口がねキャプテンマークをつけた試合もありました。イラク戦でした。さあ秋葉、この人もユース時代からもうディフェンスはどこでもというプレイヤーです。松下さん、はい、ガーナの方も12番のベイドゥがこれから入ります。なるほど。5番のスティーブン・ベイドゥ、アドゥに変わりました。ベイドゥです。この今小倉が前園に一言言葉をね声をかけました。ガーナが逆転して2対1と1点リード。ガーナは5番のジョセフ・アドゥがアウトして12番のスティーブン・ベイドゥが入ってきます。この人は94年日本の代表チームと戦ったアシックスカップのガーナチームでは2試合とも先発で出場しておりました。2対1ガーナ1点リード。後半30分を経過しています。アクノールの遠目からのシュート、これはもう川口の守備範囲。これがアクノール、そして川口。この新しい日本の代表あるいはオリンピック代表チームのですねユニフォームは、まあ、燃える炎をあしらっております。これが何か私は水沼さん、はい、聖火に見えてしょうがないんですよね。この袖口の ね、炎がね綺麗ですよね。綺麗ですよね。やはりなんかこう選手たちの心に秘めた闘志を表しているような非常にいいデザインのユニフォームだと思います。燃えるもとで28年ぶりに日本のこの男子のオリンピックチームは試合をすることができるわけです。そして日本は女子もこの初めてのサッカー競技に出場いたします。女子はノルウェーが非常に金田さん強いんですが、はい、日本も可能性はこれメダル取る可能性が女子の場合もかなりありますからね。そうなんですよね。ベスト4ぐらいに近い実力がありますからね、はい、今とにかくサッカーファンにとっては、朝が早い試合が多くなるわけなんですが、まあ、ちょっと出勤時間が遅くなったりするかもしれません。さあ日本ジョーです。どうだ、これはいけるか、蹴り出し、ダメだ。とにかくティーメイトは神田さんね、はい、伊藤はおそらく自分の力を一番自分が知らないんじゃないかと周りはもうこの照吉の力をもうみんな認めてると。そうですね、潜在的な能力というのは非常に彼は高いですよ。まだ気づいてないんじゃないかというね、まだまだできるというところですね、彼は。まあこのアジアの最終予選ではこの伊藤と廣永のボランチは水沼さん、はい、もう旗で見ていても気の毒なぐらいに疲れてましたけどね。そうですよね、未然にこうピンチを防いだりとかそういうのがたくさんありましたからね、それと彼らから攻撃が始まっていくわけですから ね、 そうですね。ですからジョーも川口も金田さん、やっぱりねあの予選の疲れが取れるまでは正直言って1ヶ月ぐらいかかりましたと言ってましたもんね、はい、そうでしょうね。あの川口が練習に行こうと思ってかけていた目覚まし時計を自分で止めてしまってまた寝込んでしまってね、はい、練習に行けなかったということがありました。さあここは日本中田へのこのフリッピングのファールがありまして、ここはフリーキックです。広永遠目からパワーのあるシュート、これがあります。最終予選でもね素晴らしいシュートを見せてくれましたんで、では広永が行くか、その左横前には中田もいます。まず服部がワンタッチするようです。広永です。おっとディフェンダー分かりました。確か今ねディフェンスに行ってたガーナの選手ですが、8番ですね、倒れ込んでしまいました。ヘイガこの選手直接当たりましたからね、直接行ってあまりのですね強烈さに、ご覧ください、まだピッチから起き上がることができません。この
の強烈なシュートを受けました。残念ですが得点ならず。後半34分を経過、ガーナが2対1とリードしています。さあ中田がイレブンに声をかけています。この人もまだまだワンステップツーステップ世界に向けて成長し続けているプレイヤーです。先ほど広永の強烈なシュートを体に受けました。平岩は担架で今ピッチの外に出されました。まあとにかくオリンピックの開幕まであと2週間ちょっとになりました。まあ今日ゲストにお迎えしている小谷美子さん、伊藤みどりさんはこのオリンピックで素晴らしいメダルを獲得したお二人ですが、もう2週間というところまで来ました。小谷さん、はい、この2週間前ぐらいの選手の気持ちってどんなんですか？あの私の頃はあとやっと2週間になったっていう遠かった目標が、あのやっとこう間近に来てうずうずしてたような気がします。ああそうですか。やっと本番が近づいてきた、その方が嬉しかった。喜びでしたね。羨ましいですね。私なんか指折り数えてあと何日と。楽しみじゃなかったですか？見てる方は楽しみですか？やっぱりみどりさんは不安の方が多かった。そうですね、やはりもうあと何日で自分の演技が近づくと思うだけでもそれで緊張しましたね。はい、さあ日本はフリーキックだ。ベイドゥには先ほど12番イエローカードが出されました。まあ、そういう不安も期待もあると思います。そういう気持ちを込めて今日はこの浦和のファンの前で日本のオリンピック代表がガーナオリンピック代表と壮行試合を戦っております。後半36分を経過、ガーナが後半に逆転して2対1。なんとかこの満員のファンの前で同点ゴールを見たい。そして気持ちよく聖火燃え盛るアトランタに行きたい日本オリンピック代表です。ああ危なかった、これを落ち着いて戻りました。秋葉松下さん、そういう意味で言いますと日本代表の山本コーチがね、2週間前に来てそれぞれの課題がこの試合で絶対見えてくるはずだから、はい、そういう意味でもその全力でぶつかって自分の課題を見つけてもらいたいというような話はしてましたね。これ今高橋さん、松田がね先ほどかなり激しいスライディングタックルを受けまして足のすねでしょうかね、右のすねあたりだったんですね。ああただ立ち上がりましたね。いや松田もとにかくノーズテープを貼っておりますが、もう今年のそうですね1月あたりから体調がもう一つ良くなかった。そして足を痛め、その後はあの原因不明のジンマシンがね、そうでしたね、発疹が出まして高熱が出て、そして結局遠征メンバーには選ばれませんでした。しかし栄えあるこのオリンピックの代表に選ばれた、この人のやっぱり持っている能力も本当に底知れないものがある。さあ一本中井東吉、再三素晴らしい突破をこの満員のファンの前で披露しております。伊藤照吉本当にいいタイミングで上がってきますから ね、 あね、まあ、相手もマークしづらいですよね、はい。コーナーキック、もう手元時計は後半の38分低ボールだ。これはガーナディフェンダーの足に当たりました。4番のサメエル・オセイクフォー、この180センチの巨体をジョーがちょっと後ろから突っかかったような感じになりましたがファールは取られませんでした。もう1回コーナーキック、もう前園はいません。中田が蹴ります。これはジョーがファールを取られました。後ろからのチャージを取られましたジョーのファール、直接フリーキックに変わっております。日本は大満をして16番の松原芳香入ってきます。この人もマレーシアの借りを返したいんだという選手です。場内を沸かす日本の攻撃ですが、いやこれはいいところにいた。さあ服部だ、ゴール前に上げてジョーのヘディングを止める。もう一回広永足元のボールコントロールしています。相手を振り切った、自分で行くか、これは戻した方がいい。そして服部左から駆け上がった、折り返したぞ、ダメだ。そして日本ゴール前はダメです。伊藤照吉またいいところに入りましたが、ああ遠藤チャンスを逃しました。いやもうちょっと低いところに水沼さん足元に来てたら ね、 そうでしたね、まあ、トラッピングだったんですけどね、最後ね、服部からジョーが結局これは空振りになりました。あっとね、日本オリンピック代表
4番広永雄二に代わりまして16番松原芳香が入ります。日本は本大会でもこういう場面を想定できますから ね、ですね、本当に攻撃的な布陣になってきましたよ ね、 そうですね。こういう1点ビハインドで残りもう5分というところです。果たしてこの松原芳香、松原も金田さんも、はい、まあ、日本のオリンピック代表はアトランタにはこう権利を取ったんですが、松原本人としてはですね、悔いが残る最終予選でした。最終予選でした ね、 ね、まあ、なんとか借りを返したいっていうのが ね、 ね、彼の気持ちの中あるでしょう ね、 そうですね。とにかくゴールが決まらなかった初戦の後、本当に黙々と最後までシュート練習を積んでいたあの姿を見れば、この本番のアトランタではやってくれるんじゃないかという松原を投入してきました西野監督。ガーナも6番のマラム・ヤーヤが9番のこの2得点のマヒンフォルに代わって入ってきました。さあ両チームとメンバーチェンジは目まぐるしくなってまいりましたが、これはガーナオフサイド。もう画面上の右上のタイムは後半の41分16秒を今差しておりました。スルーするような感じで正面に入って待ち受けていた松田、いいアイデアでしたけどね、こういうショートコーナーは相手も集中力切れますからね。本当チャンスでしたね今、いい角度で入ってきましたが残念、右足のシュートは惜しくも同点ならず、依然としてガーナ2対1リード。残り2分を切りました。ガーナオリンピック代表を迎えました。日本オリンピック代表の壮行試合、サッカーの街浦和駒場スタジアムより生中継でお送りしております。あ、場内は日本コール、この声援に応えることが若い23歳以下の選手たちできるかどうか。あっと危ない、これはカウンしては使えません。このボールです、これはオフサイド。さあ時間がなくなってきた。もう場内は立ち上がってのこの声援です。まもなく1分でロスタイム、長打、伊藤照義、服部、伊藤、出ません。その後ろに中田がフリーでいたんですが、それを許さない。ガーナオリンピック代表、素晴らしいスピード、13番のケネディ、しかしこれはボールを逆に奪った。これはボールはタッチ終わっています。まもなく30秒弱、途中から入りました松原、ではランランと輝いています。これはタッチ終わっていない。
ました。後半逆転したガーナ1点リード。今日はこのガーナの視察に韓国代表チーム監督のウィショベッツもこの放送席の下の中央部分あたりで見ております。そのガーナと初戦で激突いたします。まあ、ガーナのアーディ監督も非常にその対韓国を考えてもこの日本との壮行試合は自分のチームにプラスになると言いますが、この個人技素晴らしい。ガーナの個人技、しかしボールを奪うという日本です。ボールスタイルに入っております。ちょっと下うつむいた西戸監督、勝って気持ちよくアトランタ行こうと声をかけました西戸監督ですが、ガーナに対して1点リード。もうロスタイムに入って1分。日本エンドに入ろうというガーナ、ウェルベック小さなパスを送りました。これはまだタッチ終わっておりません。ケネディ折り返します。シュート、これはブロック。また前を見ている。相手のマークをかわした。つないだ松原、そして城、もう一回ボールをコントロールした。左に中田がいる。しかしボールは右エンド、日本一人倒れている。ゴール前は今3人だ。いいディフェンスに遭いました。遠藤得意のドリブルを阻まれました。ブルーのスライディングタックル、しかし遠藤のスローイン、城です。相手を背中に背負っている。そして遠藤を折り返す。どうだこのボールは、シュートシュート、ゴールならず。服部右足です。ロスタイムに入りました。47分、タイミングはバッチリだったんですけどね。いい入り方しましたけどね、惜しかったという西野監督。しかしリードされてから金田さん、後半はこれっていういい形ね、本当に出てきました ね組織で点を取ろうというね、はい、ここで試合が終わりました。ガーナオリンピック代表を迎えました。日本オリンピック代表最後の壮行試合、2対1、ガーナが日本を破っております。